アイテム番号 SCP-374JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-374JP。 A がサイト81内に出現した場合、 B クラス職員が対象に選ばれた際は実験を行わない限り放置してください。 B クラス以外の職員が対象に選ばれた場合は休暇日を変更し、強奪日に業務を行うことで誘拐されることを防いでください。対象に選ばれた B クラス職員以外は SCP-374JP B と遭遇しても接触しないでください。説明、 SCP-374JP はサイト81内で1ヶ月ごとに発生する財団職員誘拐事件です。最初にサイト81内の食堂、受付、会議室のいずれかの机の上に便箋の入った封筒が出現します。封筒には秘密結社キャッチ&リリースという文字が印刷してあります。以下、サイト81に出現する便箋を SCP-374JP A とする。 SCP-374JP A には日付と時刻、サイト81内にいる人間の1名の名前と、3時間預からせていただきますという文章が印刷されています。 SCP-374JP A に表記される名前はサイト81内の職員名簿に存在しない場合であっても、サイト81の建物内に最低でも3日間以上滞在すると SCP-374JP A に表記される対象になります。以下、 SCP-374JP A に名前を書かれた人間を対象とします。 SCP-374JP A に書かれている日付はサイト81内に SCP-374JP A が出現した1から2日後の日付です。 SCP-374JP A に書かれている時刻は900であり、これまでの事例においてはそれ以外の時刻が記載されたことはありません。 SCP-374JP A に記載されている日付の午前9時になると、対象の周囲の地面や壁が材質に関わらず水面のように波打ち始め、その中から人型の生物が出現します。人型の生物は黒い背広を着ており、人間の頭部はありません。人間の頭部の代わりにオオクチバス、通称ブラックバスがついており、魚の腹部と首の断面が剥ぎ合わしています。常に全身が淡水で濡れていて、体型や服の構造や断面図を見た限りにおいては男女の性別があり、個体によって体型にも差異があります。以下、出現する人型の生物を SCP-374JP B とします。SCP-374JP B は人間と比べるともろく、体を棒と鎮圧用ゴム弾で撃たれた場合でも死亡してしまいます。死亡した SCP-374JP B の体は衣服を含めて溶けて淡水に変化します。残った頭部はブラックバスの死体としてその場に残ります。SCP-374JP B に触れられた人間は意識を消失し、最低でも5分間は意識を取り戻しません。ライオットシールド等の障害物で SCP-374JP B の行く手を阻んだ場合では、SCP-374JP B は障害物に密着した後にすり抜けます。そのため厚い防護服で SCP-374JP B を取り押さえた場合でも、SCP-374JP B は防護服をすり抜けて直接触れることで、取り押さえてきた人間の意識を消失させます。対象の周囲に出現した SCP-374JP B 群は、対象がいる方向へ動き出します。財団は重火器やトグを用いて強奪の妨害を行いましたが、SCP-374JP B を死亡させても新たに SCP-374JP B が地面や壁から出現するため、対象の誘拐を遅延させることしかできず、未然に防ぐことには成功していません。対象に接触した SCP-374JP B は、意識を消失させた対象を抱えて、出現した時と同様に地面の中へ潜り消失します。TAS&NBSP SCP-374JP 誘拐対策記録 &NBSP 記録を閉じる。日付、2001年6月5日、対象、研究助手、対策方法、対象を1メートル ×1メートル ×1メートルの金庫に入れる。結果、
金庫内に SCP-374JP、B が一体出現。対象は誘拐された。日付、2001年7月8日、対象、職員、対策方法。クレーンを用いて対象を運動グラウンド中央に吊るし、周囲に武装した機動部隊を70名配備する。結果、地面から出現する SCP-374JP、B を機動部隊が鎮圧。時間が過ぎるごとに SCP-374JP、B は増え続け、20分後には SCP-374JP、B の数が200体を突破。機動部隊は全員意識を奪われ、クレーンを登った SCP-374JP、B によって対象は誘拐された。日付、2001年8月3日、対象、博士、対策方法。対象を壁と床が強化ガラスでできた部屋に入れる。対象になった、博士、自らの案。結果、通常と同じように壁と床が水面のように揺れて、透明なガラスに色がつき SCP-374JP、B が出現。対象は誘拐された。SCP-374JP、B 出現時に下からスーパースローカメラを用いて SCP-374JP、B の断面図の撮影に成功。首の接合部を確認したが、魚の腹に首の断面がくっついているだけじゃないか。博士。日付、2001年9月10日、対象、職員、同姓同名の、博士にも同じ対策を取りましたが、SCP-374JP、B が誘拐したのは、職員のみでした。対策方法、対象を壁と床が金網でできた部屋に入れる。結果、金網から淡水が噴き出し、淡水から SCP-374JP、B が出現。対象は誘拐された。てっきり、金網の外から出現して、中に擦り抜けると思ったが、中に直接出現するのか、博士。日付、2001年10月8日、対象、B-8137401、対策方法、対象をヘリコプターに乗車させて飛行する。結果、ヘリコプター内に SCP-374JP、B が2体出現。対象は誘拐された。日付、2001年11月1日、対象、職員、対策方法、対象にハーネスを装着してヘリコプターから吊るし飛行する。結果、ヘリコプター内に SCP-374JP、B が3体出現。対象をヘリから引っ張り上げて、対象は誘拐された。その時、操縦者が動揺し飛行が不安定になったため、SCP-374JP、B の一体が操縦者の意識を奪い、操縦者に代わってヘリコプターの操縦を行い、近場のヘリポートに着陸させた。死傷者を出す気はないようだ、エージェント。日付、2001年12月3日、対象、B-8137402、対策方法、対象に運動グラウンドを小型スクーターで走行させる。結果、対象の背後に SCP-374JP、B が一体出現して二人乗りの状態になり、ハンドルを握る対象の手に SCP-374JP、B が手を重ねる。対象は意識を失い SCP-374JP、B は走行するスクーターの速度を落とし、徐行の状態からスクーターを転倒させつつ対象を抱えて小型スクーターから降ろす。その後、対象は誘拐された。日付、2002年1月1日、対象、研究員、対策方法、防具を着せた対象に運動グラウンドを小型スクーターで走行させる。その周囲をゴム弾が装填されたライフルを装備したスナイパー15名配備。結果、対象の背後に SCP-374JP、B が一体出現して二人乗り状態になる。すかさずスナイパーは SCP-374JP、B を狙撃。SCP-374JP、B は死亡する。その10秒後、スナイパー15名の背後に SCP-374JP、B が1体ずつ出現。スナイパー全員の意識を失わせた後に対象の背後に再び SCP-374JP、B が出現。対象は誘拐された。SCP-374JP、B
B に連れ去られた30分後に対象は特定の部屋で目を覚まします。部屋は 340cm×573cm×477cm の広さです。部屋の外に続いていると思われる扉は一つあり、窓はなく電波も通じません。3点ユニットバスが設備され、標準的なシングルベッドと本棚が置かれています。置かれてる本の大半が魚の図鑑であり、その他は魚に関係した物語の小説。天井には点灯した蛍光灯と空調室内機が設置されており、壁には時計がかけてあります。部屋の角には2つのコンセントがそれぞれ対角線上にあります。扉は二重扉になっており、扉の前には1体の SCP-374JP-B が立っています。扉の前の SCP-374JP-B は立っているのみで、基本的に対象に反応しません。しかし対象が破壊行為を行うと接触してきます。接触された対象は意識を消失し5分後に部屋にあるベッドの上で目を覚まします。扉の前の SCP-374JP-B に対して物品や行為を要望すると、要望に応える場合があります。しかし要望によって支給された物品を対象が部屋から持ち帰る行為は成功していません。対象が部屋に運ばれてから2時間が経過すると、対象が何らかの行動をとっていなくとも SCP-374JP-B は対象に接触して意識を消失させます。対象が SCP-374JP-B に連れ去られてから3時間後、対象が誘拐された場所に1体の SCP-374JP-B が意識を消失した対象を抱えて地面から出現し、対象を置いて地面に潜り消失します。戻ってきた対象は、帰還から5分後に意識を取り戻します。SCP-374JP-B が地面に潜り消失すると同時に、SCP-374JP-A は溶けて淡水に変化します。SCP-374JP 調査記録、SCP-374JP 調査記録、日付、2001年、10月、8日、探索者、B、8137401、任意、部屋の探索と SCP-374JP、B の目的の尋問、それらをビデオカメラに記録。記録開始。B、8137401、A、腕時計を確認したところ、現在時刻は午前9時30分、部屋の時計も同時刻。SCP-374JP の調査記録を開始する。B、8137401は部屋の測定、探索を行う。B、8137401、おそらく異常なものはないと思う。それじゃあドアの前の SCP-374JP-B に尋問を試みる。扉の前に立つ SCP-374JP-B にカメラを向ける。B、8137401、あんたたちは何者だ？財団の人間を誘拐する目的は何だ？ SCP-374JP-B は反応を示さない。B、8137401、A 3分待ってみたが、反応はない。それでは、指示された通りに暴力的な方法を取る。カメラを移動する。B、8137401、あ、しまった。リュックにくくりつけていた三脚が誘拐された時に外れたみたいだ。困ったな。おい、あんた。三脚とか用意できないのか？カメラを SCP-374JP-B に向ける。B、8137401の言葉を受けて SCP-374JP-B はゆっくり後ろを向き部屋を出る。B、8137401、え、2分後、三脚を持った SCP-374JP-B が部屋の中に入ってくる。この時、B、8137401はカメラで扉の向こう側を撮影。扉の向こう側にはさらに扉があることを確認する。B、8137401。まさか本当に持ってくるとは思わなかった。っていいか。あんたらは壁をすり抜けられるんだろう？なんでわざわざ扉を通るんだ？ SCP-374JP-B は反応を示さない。B、8137401はビデオカメラを SCP-374JP-B に向かせて三脚に固定し、リュックからバールを取り出す。B、8137401。まあいいや。それじゃあバールで脅してみる。おい、あんた、今から殴るからな。やめて欲しかったら目的を答えろよ。SCP-374JP。
B は反応を示さない。B。8137401は14秒待ってから殴りかかる。SCP-374JP。B はバールを避けて D。8137401に組みつき D。8137401の意識を奪う。その後、SCP-374JP。B は D。8137401を抱えてベッドに寝かせる。B。8137401は5分後に目を覚ます。B。8137401。はい。案の定鎮圧された。それでは。次は壁を破壊するんだったか。それを開始する。B。8137401はリュックから電動ドリルを取り出し壁に穴を開ける。直後 SCP-374JP。B は D。8137401に接近し掴みかかって意識を奪う。その後、SCP-374JP。B は D。8137401を抱えてベッドに寝かせる。B。8137401は5分後に目を覚ます。B。8137401。はい。案の定鎮圧された。これで終わりか。しかしちょっと暑いなこの部屋。あんた、空調ついてんのかこれ。もう少し涼しくならないのか ?SCP-374JP。B は D。8137401の言葉を受けてスーツのジャケットの裏からリモコンを取り出しボタンを押す。直後、天井の空調室内機から冷風が流れる。B。8137401。用意いいなあんた。以下省略。SCP-374JP 実験記録。日付、2001年、12月、3日、対象者、B、813740に、内容、B、813740にの体内に次元式爆弾を埋め込みたい。ビデオカメラを持たせ、誘拐先の部屋での爆破実験。結果、爆弾は爆発せず、B、813740には生還して帰ってきた。SCP-374JP、B は対象を引き渡す際、爆発処理をした爆弾も一緒に置いていった。映像記録にも爆弾が爆発した様子はない。とことん死傷者を出す気はないようだな。エージェント。SCP-374JP。B 要求実験記録。SCP-374JP 調査記録。E の結果を受けて、今後の誘拐事件において対象には SCP-374JP。B に対して様々な要求をする実験の許可がおりました。SCP-374-B 要求実験記録。日付、2001年、11月、1日、要求者、職員、要求内容、テレビ、テレビゲーム、ゲームソフト複数、無線 LAN、支給されたもの、テレビ、支給されたが、アンテナが繋がっておらずテレビ番組は映らない、テレビゲーム、ゲームカセット、一本を除き支給された、支給されなかったもの、ゲームカセット、誘拐の2日前に発売された新作ソフトは支給されなかった、無線 LAN、繋がらなかった、分析、SCP-374JP、B が用意できる物品においても、発売時期が最近のものは支給できないようだ。SCP-374JP、B はどこからか物品を入手するルートがあると思われる、報告、当然オンラインゲームもできませんでした。そもそも電波を繋がらなくしてるのにネットに接続させてくれるわけがないですね。どちらにしろ記録を取るのみなので、私がゲームで遊ぶ許可は出てないんですけどね。職員。日付、2001年、1月、1日、要求者、研究員、要求内容、マッサージチェア、お菓子、テレビ、DVD プレイヤー、DVD 複数、マッサージ師、支給されたもの、マッサージチェア、お菓子、誘拐の2週間前に発売されたお菓子も含めて支給された、テレビ、DVD プレイヤー、DVD 複数、1枚を除き支給された、マッサージ師、SCP-374JP、B が直接マッサージを行おうとしてきた、支給されなかったもの、DVD、廃盤になって出回らなくなった DVD は支給されなかった、分析、大きいものでも扉から通せるサイズまでは支給できるようだ。最近のものだけではなく、古くて出回らないものも用意できないとなると SCP-374JP。B が物品を手に入れるルートがあるのは濃厚のようだ。必ずしも購入して手に入れてるとは限らないから難しいかもしれないが、
SCP-374JP。B が用意したものから入手先を特定できるかもしれない。しかし、まさか SCP-374JP。B が直接マッサージを行うとは、物は用意できても人間は用意できないようだ。もしできたのなら、そのマッサージ師がどこから拉致されたのかで有力な情報が手に入ったかもしれないが、報告、結構でかいものも持ってきてくれるんですね。プレミアのついた映画が見れなかったのは残念です。記録を取るだけなので、最後までは見れないんですけれどね。さすがに SCP-374JP。B に接触されるのはまずいと思ったので、直前で断ったらすぐ帰ってくれました。研究員。日付、2002年2月8日、要求者、エージェント、要求内容、様々な料理、支給されたもの、様々な料理。しかし対象が接触した料理は、対象の身体から検出されなかった、支給されなかったもの、なし、分析。SCP-374JP。B は対象を返却する前に、支給した料理を対象の身体から摘出したわけだが、手術痕等は見当たらなかった。すり抜ける能力は人間に対しても有効なのかもしれない。しかし料理の味付けの癖から読み取れる情報はないこともないかもしれないが、あまり有力な情報は期待はできないと思われる。今後は料理の要求は必要ないだろう。報告、肉や野菜料理、スイーツはまあまあでしたね。下手に高級料理を頼むよりも庶民的な家庭料理を頼んだ方が安定してます。しかし魚料理に関しては驚くほどのクオリティでした。完璧に魚の味を知り尽くしてるというのでしょうか。最低限の味付けで最大限に素材を魅力を生かしていたと思いますね。勝手に全品完食したことは反省しています。エージェント。日付、2002年3月3日、研究員、要求内容、トランプ、遊び相手、支給されたもの、トランプ、遊び相手、扉の前の SCP-374JP。B とは別に、SCP-374JP。B が4体部屋に入ってきた、支給されなかったもの、なし、分析。SCP-374JP。B は喋りはしないが、やはり知能はあるようだ。しかし喋らないゆえに宣言を必要とするトランプゲームはできないようだな。ハウスルールを主張してくれたなら、潜伏地域に近づけたかもしれないが、報告。私は記録を取るのみなので参加せずに SCP-374JP。B のみで遊ばせました。大貧民は弱いけど、神経衰弱は強かったです。研究員。ポイ1。B クラス以外の職員が対象に選ばれる傾向において、誘拐される当日は対象の休暇日でした。それを受け、実験的に対象に選ばれた職員の誘拐当日を勤務日にする処置を取りました。その結果、勤務の決定直後に SCP-374JP。A に書かれた対象の名前が別の職員に変更されていました。そのため、SCP-374JP。A が出現し B クラス職員以外の職員が対象に選ばれた場合は、B クラス職員が対象に変更されるまで休暇日を変更する対応が取り決められました。ポイ2、20、2年3月3日の誘拐において対象であった。研究員は、扉の前の SCP-374JP。B の手から20、1年11月1日に対象であった。職員の手と、同様の場所にほくろがあることを発見しました。そのため、研究員は SCP-374JP。B に手のひらを見せることを要求し、指紋の撮影に成功しました。指紋を照合したところ、SCP-374JP。B の指紋と、職員の指紋は一致しました。その後、20体の SCP-374JP。B の指紋を記録し、B クラス職員を含めた過去に誘拐された職員の指紋と照合させたところ、9体の SCP-374JP。B の指紋と、過去に誘拐された職員の指紋が一致しました。また、職員と指紋が一致した SCP-374JP。B は性別と体型も、職員と一致していました。ポイ3、ポイ2の結果を受けて、対象となったエージェント、は休暇日の変更を行わず、SCP-374JP の調査を行いました。エージェント、扉の前の SCP-374JP。B に対して、SCP-374JP。
B の体が職員のものと同じであると把握していることを告げ、再度 SCP-374-JP、B の目的を問いかけました。その問いかけに対し、SCP-374-JP、B は扉を開けて部屋から出て行き、70分後に封筒を所持して部屋に入ってきました。封筒は SCP-374-JP、A と同じものが使われており、その封筒をエージェントに渡しました。その後、エージェントが部屋から帰還しましたが、SCP-374-JP、B が差し出した封筒は没収されず、また SCP-374-JP、A のように解けることはありませんでした。封筒の中の便箋に書かれていた文章は、秘密結社キャッチ&リリースという文字以外は手書きであり、内容は以下の通りです。趣味です。秘密結社キャッチ&リリース。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。